ピーター・バンブルー・リビングストーンは、アメリカ合衆国の独立中のパトリオット。オールバニー軍オールバニーで、フィリップ・リビングストーンとキャサリン・バンブルー・リビングストーンの、次男として生まれ、祖父のピーター・バンブルーにちなんで命名された。1731年、イエール・カレッジを卒業し、ニューヨークに住み、ウィリアム・アレクサンダーと海運業に従事した。 彼の姉妹メアリー・アレクサンダーと1739年11月3日に結婚した。1748年、ニュージャージー大学の評議員になり、1761年まで勤めた。1755年、ウィリアム・シャーリーのザグレート・アプヒーバルのため、アカディアに物資を送った。1771年4月9日、ニュージャージー州、 エリザベスタウンのリケッツ夫人と結婚した。ニューヨーク州議会大議員で、1775年と1776から77年にかけて議長を務めた。1776年9月から1777年3月にかけて安全委員会委員長、1776年、初代ニューヨーク州会警官に任命され、1778年まで務めた。 自宅は現在のニューヨーク市ハノーバースクエアの東側の大邸宅で庭がイースト側に面していた。後にニュージャージー州ユニオン郡エリザベスタウンに引っ越し、同州リバティホールで死去した。ありがとうございます。